どうもこんにちは、やってみる会のそうです。今日はエギングに一人で来ました。で、最近自分と旬イカ釣りしてるんですけど、坊主ばっかりでなかなか釣れない状況が続いてるので、今日は釣れるまで帰らないという企画プラス、この間目標を立てた2杯で 3.3 キロを目指して頑張りたいと思います。今が3時半ぐらいかな、多分。なんで頑張っていきます。行くぞ。できたー。やっぱ潮目ん中いいんじゃない。ただあっちに流れがあるけど、いいサイズか、いけるサイズか、抜けそうだ。
よーし、OK。イカ締めまーす。危険。お、いた。お、やったね。ケイ、とりあえず帰れるぜ。いや、釣れるまで帰れません。すぐ釣ってしまった。たまたまか。ちょうど潮目があって、そこ狙ってで、こう流れていっておって、あの辺がちょっと色が変わってたけん、食うならその辺かなと思ってたら食ってくれた。よかった。サイズがな、でもな、もうちょっとキロアップを釣りたいな、とりあえず。釣れたエギは、使ったエギはなんだっけ、エギをエギオー K のあれ、ブルーポーションの多分スーパーシャローじゃないかな。3.5S シャローですね。イエーイ。なんかすごいか、煽りかねえ、まあ、なんかひったくった気がしたわ。やば、もう意外と重かった。ああ。ちっちゃいね。逃がしましょうか。2杯目リリースします。2杯目ちっちゃいけど、今のはムラムエギオー系のムラムラチェリーのスーパーシャロー。
めっちゃパチンって叩かれて合わせたけどね、乗らんでからずっとしゃくってきよった。足元で食いました。全然俺から見えとらんかったけど、抱く瞬間はなんか糸がおかしいなって思って聞いたら乗っとった。その前の弾いたやつがめちゃくちゃ今までイカ釣りしとって一番の弾き方やったけん、めちゃくちゃびっくりしたけど、でかいのを期待したんだけどな。リリースサイズやったな。お疲れ様です。今日はイカガニ入っていることで、1匹は400、500ぐらいかな。で、2匹目はちっちゃかったけん、まあ、リリースしたんですけど、まあ、とりあえず釣れたけん帰れるかなって感じで、で、まあまあ2杯で 3.3 キロはまだまだ全然ですね。まずキロアップを釣りたい。今2年連続釣れとるけん、3年連続を記録して、でこれからねサイズが落ちてくる、きてどんどん難しくなっていくと思うんですけど、まあまあ頑張りながら釣れるように勉強しつついきたいと思います。ということで以上、今週のやってみようかいでした。じゃあね。来た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 、うわでかい、うわやばいやばい、これでかい、やば。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。パーカー、T シャツ、グッズ販売してるのでぜひそっちもお願いします。コメントもどんどんお待ちしております。感想よろしくお願いします。じゃあねー。